はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。今日は最新ゲームをプレイしていくわよ。今回はどんなタイプのゲームなんだ？話題沸騰中、Apple と Google のトップ無料ゲームランキング1位を獲得した大型ルーキーよ。ってことはすでに知ってる人も多いかもしれないな。セールスランキングもトップ5 Android では1位を獲得してるわ。そりゃすごいな。一体どんなゲームなのか楽しみだぜ。始まったぜ。ガーディアンの任務はカンタベリーの防衛だ。女騎士霊夢の大活躍はここから始まる。え？は？おいおい、いきなり大ピンチの予感だぜ。ここは私に任せなさい。初手で出しゃばる奴は確定で死ぬんだよな。そんなわけな。いやはい、私最強。助けられただけだからな。勘違いすんなよ。私が世界を救う。脳内お花畑かよこいつ。ありがとう金髪イケメン。これは恋の予感。バキ好きで死ぬべきだったなお前。嫉妬はやめようよマリサ。なんだこいつ。おースイスイ動けるわね。懐かしい 2D 仕様だけどやっぱ映像は綺麗だな。あっ金髪イケメン、何か落としたぞ。初めての誕生日プレゼント。そんな設定ねえよ。私、これ一生大切にしゅる。メンヘラ臭しかしねえんだよな。いざ。なるほど、剣もアスタップで攻撃できるってわけか。簡単なボタン操作だけど連撃を繰り出せるわ。かっこいいぜ。では、くぞ。団長と再会することができました。これは心強いな。姫様、そして目標地点へ到達。無事で何よりだぜ。私の力の前にヒレクセイ王族にけしかけてどうすんだよ。ガーディアンズ、無事だったのですね。ガーディアンズってよくないだからな。しっかり仕事しろよ霊夢。うわぁ、また来たか。ラスボスよね。ラスボスだな。ヤバすぎるぜ。この私が一撃、容赦ないなこいつ。そんなことより、絶体絶命の状況よ。少女よ、なんとかしてくれ。なんとかなってて笑う。いや全然笑えるシーンではないけどね。それにしても封印技使えるのかすごいな。今のうちに逃げないと。こいつは倒す倒さないのレベルじゃねえ。よっしゃ、賢明な判断。って早すぎる。うわー、いやー、これは避けれないのか。頑張って避けるわ。これこれこれでフォーミングできまい。しっかり当てられてて笑う。こんなの避けれないわよ。お姉ちゃん、エヴァ。早速襲われてる。私は誇り高く生きていきます。またしても瀕死状態の霊夢。少女がマジで即戦力。今のところどっちがガーディアンかわからないぜ。面目ない。いつもあたりが落ち着いてから目を覚ます確信犯。特技はタヌキネイリです。よし、散策するわね。のんびりしすぎなんだよな。お、盾か？このゲームでは装備が100種類以上あって、剣や弓など自分好みにカスタマイズすることができるわ。お、怪しげな食材があるぜ。レトロゲームならではの謎解きが満載だな。ただバトルするだけじゃないのもこのゲームの魅力よね。まあまあの火事発生。この重厚な宝箱はもしや。穴掘って進めるってやつか？ここでは小岩をぶっ壊せるのよ。結構大事なアイテムになりそうだぜ。アイテムは敵を倒したり、ダンジョン内で手に入れたりできるわ。お、何か企んでる顔だな。いいやつか、悪いやつかは置いといて、寂しいから一緒に行くわよ。本当に仲間になってくれたな。仲間を連れて歩くの楽しい。ただの旅館の主だろ。どんな攻撃するんだ？めっちゃ毒キノコ投げてます。腕にかけてるバスケットには大量の毒キノコが。なるほど、油断ならないわね。ちょっとここらで戦闘準備。誰か来たのか？はい、受け取りのサインをよろしく。かわいいドローンが配達に来たぞ。面白いでしょ？サイン雑すぎたな今。わあ、あったわよ SSR。ハイクオリティの 2D とかわいいドットへのギャップがいいぜ。キャラは50種、武器は100種類以上あるわ。そしてゲットしたキャラでパーティーを組むってわけだな。そういうこと。ここでアイテムを装備することができるのよ。キャラのレベルアップや、専用武器なんてものもあるんだな。武器自体も強化することで威力が上がるのよ。課金なしで楽しめるの最高。そこ大事だよな。旅館の主が秒でいなくなってて笑う。あの子はあのステージ戦よ。ギャーす。目の前で人が爆撃されたぞ。敵陣の駐屯施設だからね、常に狙われてるわ。うかうか休憩もできないぜ。ディレクト当たってんじゃねえよ。ドリル。ドリル。ドリルすんのかーい。
誰も笑ってないぞさっきの。よし開通したわ。道を開通させたらすかさずなだれ込むモブたち。ああいうのが死ぬんだよな。じゃあ今は避けれなかったけど、回避ステップや不意打ち攻撃、連撃が当たりやすくなる自動追撃機能もあるわ。末置き気に劣らないゲーム性だぜ。それにしても霊夢の剣身長の2倍あるぜ。アルマダという水属性の超レアな大剣よ。お、大剣アルマダの出番だな。リーチが長いのとシンプルに攻撃力が高いのよ。めちゃくちゃいい武器なんだな。また後で必殺技も見せてあげるわね。それは気になるぜ。怪しげな赤いスイッチだな。ひとまずマップを歩き回って情報収集ね。おっと食材に火を灯せってやつかな。ダッシュパネルをうまく使う必要がありそうね。なるほど。見よこの俊敏な動き。まあアイテムに頼ってるけどな。ビンゴね。一発クリアだぜ。こうサクサク進めると気持ちいいわね。今度はそう簡単にいかなそうだな。めちゃくちゃ重そうな石塊。一人で押せちゃうのな。あ、どうした？失敗したかも。いろんなギミックがあるから何周も楽しめそうだな。一発で謎解いてドヤ顔したかったわね。アイテム出現。完全クリアへの道に一歩近づいたわ。あと何個あると思ってんだよ。気長に行きましょうね。なんだこの少年たちは。たかしと拳だってさ。拳。恋人がさらわれたらしいわ。小学生のくせにませてやがるぜ。恋に溺れてるわね。協力してやるのか。基本的に優しいからね私。機嫌がいい時だけだけどな。やめー。サブストーリーを見つけることでステージが解放されるんだな。やり込み要素がすごい。さっきのアイテムゲーっと。なるほどジャンプ台で進めたのか。あのエフェクト音を待ってしまう自分がいる。わかる。ホラー言わんこっちゃないぜ。面白いくらいに全員ボコられてるわね。無重力で投げ飛ばされてて笑う。おっとボスキャラかな。おいおい、体格が5倍、いや10倍はあるか。ゴリップのようだぜ。盾が強そうすぎる。でもぶっ倒します。剣の長さなら負けてないぜ。それ以外全部負けてるって。じゃかましい。親玉に洗脳されてるタイプのボスだな。こういうタイプを幹部に置ける組織は強いわね。真ん中で、かなり煽ってるな。なるほど、確かに、納得しちゃったよ。ボイスがすごいリアルで強そう。でも司令官を倒せば一気に前に進めるぜ。しゃあくらえー。じゃあ速攻真っ二つにされるほど振り下ろされてるなお前な。未だアルマダの必殺技、水属性発動だぜ。遠方から迎撃。いや、想像の斜め上を行く必殺技だったぜ。超強い。なんだなんだ。おお、援軍、というか一人だけだな。この町の住人のようね。ってことはこのボスとは敵対関係にあるんだな。過去に仲間がこのインベーダーにやられたみたいだぜ。仲間への復讐因縁の対決ってとこかしら。おおお、巻き込み事故だけは勘弁。めちゃ綺麗な街並みだったわ。確かに。おおお、あの子がこのモビルスーツを作ったのか。その威力やいかほどに。悲鳴が聞こえたわよ。やばいやばい、めっちゃ蹴られてるって。垂直落下ミサイル投下。まさかこの機械で最強戦士の誕生か。ワンパン、粉々になりそうなパンチ力。大落衆が始まるわよー。やべえ横綱パワーだぜ。全員ワンパン。起死回生のモビルスーツ。形勢逆転すぎる。敵キャラがかわいそうに見えてくるくらいの逆ごっこ。無限スター状態。幹部ぶち切れ案件。容赦なく痛めつけてそうね。まあ100倍返しだろうな。頭に血が昇ってさっきより強くなりそうだぜ。そうなったら冷静に対処すれば余裕よ。勝負ごとはカッとなった方が負けだからね。勝負師みたいでかっこよ。さあバトル再開。相手方はどう出るか。じゃあ飛び道具も使えたんだな。連射性能高すぎ新作。余裕ぶっこいてダダ滑るやつ。見逃しておくれ。何の私も。
霊夢にも遠距離攻撃があったな。私の場合は敵に近づかないと当たらないけどね。で、カカヤの攻撃に回復機能もあるからめちゃくちゃ強いな。絶対勝ちます。絶対ではないけどな。豪華声優陣によるボイスいただきました。ありがとうございます。だぜ。仲間の死を乗り越えて頑張ってきたのね。熱いやつなんだな。準備はいい。だってさ、ここで会ったが100年目。戦わねえよ。生意気だけど力になりそうね。冒険はまだまだ続くぜ。ここまで体験させてもらったけど、このゲームめちゃくちゃ面白いわよ。本格アクションでありながら面倒な操作がないのは助かるぜ。王道の冒険ストーリーは据え置きゲーム派ユーザーにもぴったりね。ぜひみんなも概要欄からダウンロードして遊んでみてくれよな。今なら最大ガチャ50連分のアイテムがもらえるわ。11月17日水曜日13時59分まで毎日無料10連召喚キャンペーン実施中らしいぜ。このゲームはゼルダシリーズ大好き芸人なら間違いなく好きになれるわよ。芸人じゃねえよ。ってことで今回はこの辺で終わるわね。ご視聴ありがとうございました。